んにちは、シエルです。今日はですね、私が大好きな海外ドラマについて語っていきたいと思います。私の半分は海外ドラマでできていると言っても過言ではないぐらい、海外ドラマが大好きなんですけれども、皆さんは海外ドラマ見ていますでしょうか？自粛中ということもあってね、あまり外とかにも出れないので、今回はですね、アプリを使ってね、ちょっとね、海外ドラマについてね、いろんな人と話してみようかなと思って、そんなアプリがこちらです。今すぐつながる音声と趣味の SNS、イエイというね、こちらのアプリを使ってね、海外ドラマの情報だったり、あとどんな作品が今人気なのかな、みたいな感じで、いろいろ見ていたりしたのでね、今日はそちらをシェアしていきたいと思います。今こんなドラマ見てるよみたいなつぶやきもできるし、音声機能がついてて、そう、電話みたいなのもできるんだよね。私今回その海外ドラマのね、情報をね、得るためにね、使ったのが、このアプリ内にその趣味でつながるサークルっていうのがあるんですよ。でそれに海外ドラマとか映画とか、そういうのが好きな人たちが、サークルをいくつか立ち上げてるんですね。でそれに私ガンガン入ってって、私これ見てるんですけどおすすめなんですかみたいな感じで、そういろんな人とね、お話しさせてもらったりとかして、やっぱ好きなこととか趣味語れるのいいよね。あとタイムラインが、自分がフォローした人のつぶやきが見れるのと、あと同世代っていうのがあるの。同じ女子ぐらいの人たちはね、どんなねドラマ見てるのかなとか、そうすごい気になっちゃってさ。ちなみに、私は海外ドラマで言うとフルハウス世代って自分で言ってます。小学校の頃学校行って帰ってきて、で夕方、放送されてたのがフルハウス。いくつかね、海外ドラマと映画関連のサークルに入ったんだけど、フォロワーが10人以上いるとね、自分でねサークルも立ち上げられるの。だからね、もう早速作った。私のサークルは海外ドラマトークってやつです。現在メンバー3人。嬉しい、立ち上げたばっかなのに3人も入ってくれた、ありがとうございます。そこに意気込んでね、全力の私のお気に入りの海外ドラマをねお伝えしたので、まずこちら紹介しますね。お気に入りの海外ドラマ、ゲームオブスローンズ、ザ・ボーイズ、ブレイキングバッド、ビッグバンセオリー、ブラックミラー、モダンファミリー、デクスター、ビッグリトルライズ、ママと恋に落ちるまで、マニフェスト、ロスト、ハワイ5、バーンノーティス、もっとスパイの逆襲ということで、お気に入り作って結構自分の気分で変わるんだけど、でこれね、文字の色変えられんの。赤、ピンク、紫、水色、青、黄緑、オレンジみたいな感じです。なんか最初楽しくてちょっとカラフルな文字使うんだけど、最終的に黒なんだけどさ。あ、早速お気に入りを教えてくださった方がいるね。ロスト、ストレンジャーシングス、ゲームオブスローンズ、選ぶのが難しい、わかる。お主は SF ファンタジー好きですね。やっぱストレンジャーシングス人気だね。私が最近見てる海外ドラマベスト3ね、かっこ今の気分です。はい、ナンバーワン、もモダンファミリー、ママと恋に落ちるまで、マニフェスト、はい、こんな感じです。こちらね、今ね、ずっと見たりしてて、そう、好きな作品かな。モダンファミリーとママと恋に落ちるまではコメディで、マニフェストがね、SF シリーズでブルーで投稿してるね。マニフェストは比較的新しいシリーズで、ロストと4400の足し2で割ったやつみたいな感じで、そう、面白い、すごいハマってる。個人的にすごい大好きな、やっぱゲームオブスローンズはすごいやっぱ人気だなって思ったのと、あとは私の前選ぶ海外ドラマランキングで殿堂入りするぐらい好きなのがビッグバンセオリーなんですけど、このビッグバンセオリーファンも結構いて、私ね、ハロウィンの回がものすごく好きで、ビッグバンセオリーってアニメとか映画とかが好きなオタク集団なんだけど、やっぱね、仮装の気合が半端なくて、そうで、それでね、そのビッグバンセオリーファンの人とね、そのハロウィンの回で盛り上がったりとかしてて、あと作品で言うと、やっぱ最近の旬なものだったらザ・ボーイズとか、ロングヒットドラマで言うとクリミナルマインドとか、あとウォーキングデッド、やっぱこのあたり人気だね。で私さ、ゲームオブスローンズの話になるとさ、誰推しか聞きたくなっちゃう癖があってさ、そうそう、私はアリア推しなんだけど、そういう好きな人のコミュニティってやっぱみんなさ、マニアだなってすごい思ってさ、とある方はね、好きな海外ドラマはウォーキングデッド、クリミナルマインド、リベンジ、フレンズ、ウェントワース女子刑務所、キャッスル、ボーンズ、ザ・ラストシップ、ストレンジャーシングス、ホームランド、その他もろもろです。わかる、その他もろもろって書きたくなる気持ち、わかる、溢れちゃうぐらいあるからね。この中だったら私全部見てるけど、ウェントワース女子刑務所押すね。いいね、いいね。やっぱストレンジャーシングスやっぱ人気だよね。好きな海外ドラマ、ブラックリスト、メンタリスト、ブル、
シャーロック、クリミナルマインド、 NCIS ネイビー犯罪捜査官、エレメンタリー、ホームズ&ワトソン、マクガイバー、スコーピオンということです。ちなみに NCIS は、世界で最も見られたドラマと言われていますね。私マクガイバーっていうの見てないな。最近だったらこの方が言ってる中だとブル見てた。ブル見てたっていうか今ブル見てる。これ面白い、裁判の模倣裁判なんて言うんだっけ、市民の中で選ばれた人たちがなんかこう有罪無罪とか言える、なんて言うんだっけ、あれの分析みたいなやつ。全然言葉出てこない。海外ドラマ大好きで好きなものたくさんありますが、クリミナルマインド、ブラックリスト、ウェントワース女子刑務所が好きです。やっぱさ、ウェントワース女子刑務所人気だね。映画はもちろん、海外ドラマも好きです。ブラックリスト、プリズンブレイク、デスパレートな妻たち、などなどということで、あらみんなね、などなどとかもろもろとか言うね。そう、デスパレートな妻たちも大好き。ペーパーハウスも人気だね。なんか私最近すごい映画もよく見るから、映画のサークルとかも入ってて、好きな作品ありますかみたいな話になって、で私がマッドマックス、怒りのデスロード、デッドプール、300、この3作品をねあげたんですよ。そのサークルの管理者さんに、ストロングスタイルですねって言われて、あ、そういえばそうだなと思って、そう、結構オラオラ系のね作品をねよく好んで見てたんだよね。最近はコメディとか、あと恋愛ものとか見るようになったんだけど、昔ほんとオラオラ系ばっか見てたかもしれない。男性が好みそうな作品を結構好き好んで見てた。300ものすごく好きなんだよね。4回ぐらい見てるかな。ということで、まあ、サークルはね、そうそう、海外ドラマ、映画の館とかね、面白いね。このアプリでね、すごいいいなと思ったのが、その投稿をする画面のところに、まあ、画像を貼ったりとかさ、いろいろある中で YouTube を貼れるね、まあ、ボタンみたいのがあるので、そこから、YouTube 入っていって、まあ、検索して、まあ、動画選んで貼り付けるみたいなことができるから、たまにさ映画とかの、まあ、これおすすめですよって貼ってる人とかに、なんかプロモーション動画みたいの貼ってる人とかいて、そうそう、すごいやっぱ伝わりやすくて、 YouTube につながるボタンがすごい便利だなと思いました。ほんとさ、海外ドラマの話とかすると止まらなくなるのよ。好きなものについて語れるといいよね。最近だと海外ドラマだったら世界同時配信とか世界同時放送とか、そういう時代になってきたからさ、そういう時にやっぱこういうサークル内とかでやっぱ語り合えたら嬉しいよね。 SNS あるあるでたまにそのネタバレ踏む時あるから、ちょっとそれだけは怖いなと思うけど、最近だとさ、シエルさんダーク見てないんですかってすごい言われるの。こないだね見ようと思ったんだけど、あれ結構ね真剣に見なきゃいけない感じの多分作品なんだよね。いろんな伏線があるって聞くので、で結構一気見視聴におすすめって書いてあったんで、そうだから近々ダークはね一気見したいなと思ってます。なんだかんだこうゆるい感じの作品が好きで、それこそそのモダンファミリーとか、ママと恋に落ちるまで、ママ恋とか、そういうなんかね20分サクッとドラマとかをそのふとした時にこうもうつけちゃってるんだよね。そう、まあ、ダークはね近々見なきゃいけないなと思って、そう、あとねペーパーハウスもねちょっと途中で止まっちゃってるから、そうペーパーハウスあたりもちょっと見たいなと思ってます。海外ドラマ好きな人はね、いろいろねこう引き続き情報シェアしていけたら嬉しいです。海外ドラマねまだ見たことないよっていう方もね、今ね多分おうち時間ねいつもより少しあるかなっていう方いたらね見てほしいなって思います。はい、というわけで今日はね海外ドラマの話をいろいろお話をしてきました。人気作はゲームオブスローンズ、ストレンジャーシングス、ザ・ボーイズ、ビッグバンセオリー、このあたりが目立ったかな。まあ、あとクリミナルマインドみたいな感じかな。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。そういえばさ、なんかウォーキングデッドの情報でしたよね。まだ語るんかいって感じなんだけど、海外ドラマウォーキングデッドシーズン10に新たに6エピソードが追加されることが現地時間24日発表されました。ウォーキングデッドシーズン10最終回後に追加エピソード2021年放送ということです。ドラマはすでにシーズン11が決定しており、現在もリモートで脚本作業が進んでいますということですね。最近やっぱさ、世界的にもいろいろ大変でさ、海外ドラマリモートでさ作られてるって聞くよね。ザ・ボーイズも、9月にシーズン2が配信されるんだけど、それもねなんかね3話以降だったかな、リモートで制作しているっていう情報もあったりとかして、なんかもうほんといろんなところで大変だねって感じだね。なんかそういう情報とかもね、まあ、SNS とかで知れるのはねもうありがたいね。そんな感じでした。はい、話すと止まらないので終わります。それではまた。